欢迎来到《C Fashion》，我是东京的主持人杨子。今天我们来到了东京的代官山。那代官山呢，是在涉谷和惠比松的中间，在这边中间有一条大马路，名字叫做哈吉曼多里。我们正在的地方就是哈吉曼多里的东边。东边和西边有什么区别呢？因为这边是比较一个休闲的街，非常适合学生的朋友啊，或者是年纪轻的朋友过来逛街，因为这边的东西相对来说都比较的实惠或者是便宜。那在我后面可以看到这家店里面东西全部都是300元哦，所以不能错过。こんにちは。こんにちは。今日買い物ですか？お休みで美容室。あ、そうなんですね。はい、この辺よく来ます？はい、たまに。たまにね。お名前ですか？エリカです。エリカさん。ピンクの可愛い似合ってます。そうですね、もうちょっと響き夏なんで。ですよね。この夏なんかやってみたいファッションとかあります？まあ、オールホワイトのワントーンのコーデ。あー、ホワイト可愛い。はい、見汚れるよね。そうですね。それがちょっと汚れやすい、はい、あんま可愛いと飲めない。じゃあ自分がホワイト来た時にこうなんか彼とかに来てほしい、なんか全身デニムのデニムのデニムで、ね、どっちもね、白と青だね、はい、青いいですもんね。青が可愛いと思います。いいですよね。なんかターゴイズとかそういう系好きですか？はい、いいですね。じゃあ代官山でちょっとおすすめなショップとか好きなブランドとかありますか？代官山はよく行くんですよ。よく行くんですよ。中目黒の方が濃厚感するんですけど、なんか どういう系のファッションが好きなんですか？普段は西海岸とかロスに仕事で買い付けに行くことが多いので、なんかこう全身カジュアルな、うん、もうちょっとビーチ寄りのファッションが。ああ、夏ですね、はい、いいかも。でこの夏ビーチでちょっとやってみたいコーデとかは、あえてダメージいっぱい入ったデニムに白 T で、シンプルがいいよね、はい、やっぱりいいと思います、はい、あ、じゃあ秋、次の秋に来そうだなって思うの、もしか狙ってる。なんかノームコアっていうシンプルなのがブームなので、やっぱりもうシンプル無地の厚手のニットに、はいはいはい、なんかズルズルのワイドパンツとか、ね、はいはいはい、はい、フラットサンダルかなみたいな。その時はサンダルで。サンダルでいいと思います、はい、参考にさせていただきます。いえいえ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。